美脚大賞の授賞式が先ほど行われました美脚際立つ姿を見せたのは映画ミッドナイトスワンで日本アカデミー賞新人賞を受賞した服部美咲さんです健康的で美しい美脚に贈られる美脚大賞の授賞式が行われましたブラックドレスに真っ赤なパンプスを合わせた広瀬アリスさんは でもあの体験に悩んでいる時期があって、うん、たくさん失敗を繰り返してきたので、えー、今までやってきたことは間違いじゃなかったんだなと思いますし三十、うん、代部門はありがうございません <laughs> すいません。張り切っちゃったかな。<laughs> うっとりして見ておりました。木山波さんが受賞。四十、はい、歳以上部門で受賞しためぐみさんは美の秘訣を明かしました。 まあ、機嫌がいいことがとても <laughs> あのその人の美しさをより引き立ててくれるのではないかなと心もぜひフォーカスして日々ケアをしてもらえたらいいんじゃないのかなと思います。